はい、それでは今回はトレーナーのガンちゃんの筋肉自慢のコーナーです。お願いします。お願いします。お願いします。これからじっくり筋肉をチェックさせていただきます。はい。ほぐした部分が赤いですね。あ、確かに赤くなってますね。ちょっとね、うん、ね、ほぐされた後というのがよくわかる動画ですね。はい、流れてますね。よくやってます、うん。結構ね、このほぐした後ね、よ血管が出たりとかもね、みんな言うてますもんね。ああ、確かに。めっちゃ血管出ますわ。ちょっとだけ出ますね、まだ。今体脂肪率が多いんですけど。手長ない。そこ気にしますよね。そう、だめだめ。自分の手長い人めっちゃ羨ましいんですよ。七節みたいじゃない。七節分かりますけど、あんまりいい例えで使わない。七節って手足長くない？七節とかね、アメンボぐらいしか出てこない。アメンボも長いですね。あれもまあまあね、長い。いいですね。でかいですね。でかい、うんうん。腕もめちゃくちゃグッと。いや、これ、ね、そんなここ、これ。三頭筋ですか？ここのね、これがね、はっきり出てる人ってね。おぉ、詳しいっすね。上腕二頭筋と三頭筋とこの間にね、もう一個その上腕筋というのがあって、はい、そこがね出る人はあんまりいないというか、出そうと思ったらアームカールもいっぱい種類やらなあかんかったとかね。確かに。え、それ出てたら何かあるんですか？とかかっこいいだけです。いや、そう、見なさそうな気がするんですけど。かっこいいだけですよ。そう、どうなんでしょうね。そう、筋肉会話の人はやっぱ見るんですか ね。そうですよ。見え方がちょっと良くなりましたね。いや、もう全然上腕筋大事ですよ。腕って太いか細いかしか見なくない？やっぱりね、そのカットもあるんですよね。その形とかね、ありますね。あるんですよ。太いだけだとダメなんですよ、うん。一本間違えて変態抜きですよ。いや、もう、ね、変態っすよね。ね、でもほんまにね、そういう風にね見てるんですよ、見る人はね。腕太い人ってね、やっぱ三頭がしっかりしてるんですよ。みんな力こぶばっかり見がちなんですけど。ああ、確かに。三頭の方がね、割合でかいですからね、腕の方が。そうですね。ね、もう1対2ぐらいで違うんで。肩も大きいですよ、ほんまに。まるっとしてて。これがなんか、注射の後は。あ、それみんな言われます。BCG。また残ってるんですね。なんかめちゃくちゃ肥大しました、ハンコ注射も。へぇー。難しい。また世代的に BCG ってあるんですかね。あ、最近残しないみたいな、ね。しないでしょ。なんか、もうくっきり残ってますね。一生で一番痛かった思い出がある、その BCG って。いや、記憶ないですわ。うん。BCG ってあれも、小学校上がる？小学校の時、うん。1年ぐらいとか。1年生の時にやる。ね。じゃあギリギリ残ってた世代なんですかね。筋肉やっぱ膨らむとこうやって BCG も膨らむんですね。結構僕ははっきりなんかくっきり残ってますね。でも品物に消えてましたよね。なんかね、あんま見えへんしね、うん、とかも残ってないですね、うん、なんかね、もしかしたら中高生ぐらいまでは残ってたかもしれないですけど、ていうか見なくない？普通はもう腕とかこうやって自分のこうやって見ないですよ。見ないですね、うん。いや、僕は毎日見ます。まあ、背中側も言っときましょうか。はい。いや、やっぱりみんな背中広いですよね。このグッとね、うん、ラットを広げた時のこの横幅。うん、もう幅で言うても縦か横か分からんぐらい幅がありますよ。そうですね。ほんまのね、ほんま正三角形ですね。こうやって見たら。正三角形。正三角形。逆の正三角形です。正三角形。いや、そもそも三角形に逆も正もないんですよ。なんかよくわからん数学的なこと言ってますけど、ほんまにもう二等辺じゃなくて正三角形だと思って。どこ、ああ、そこが綺麗にほら、それも逆三角って言うんじゃない？逆三角って言いますけど、ああ、逆三角の中でもこう二等辺じゃなくて正三角形やなと思って。60度60度60度のね。ああ、なるほど。三角形ができているなと。ああ、の勉強ですね。向きの話じゃなくても角度の話になってます、ね。そうそう、なんか、うん、でもなんか眉から見てもね、はっきりこの広背筋の張り出しが見えるというのは、うん、これが羨ましい。いいですね、腕も血管もね出て。いや、まだまだですね。絞るともっといきそうですね、これね。そうですね、絞りまくります。絞りまくり、もうちょっとしたら絞り始めるんですか？そうですね、徐々に。じゃあまたこうめっちゃ仕上がってる時にもう一回来てもらうんですね。そうですね、9月の大会なんで、ね、大会直前スペシャルみたいなね。直前スペシャル、いいですね。じゃあ最後に何かかっこいい、なんか自信のあるポーズみたいなのありますか？
わかりました。お、ちょっとどうぞ。サイドチェスト。おベタなんやってくれはった、素晴らしい。いやでも腕いいっすね。腕がここがここがここが好きです。パワーって。あ、それはいらないですね。使いましょうね、どんどん。はい、それではガンちゃんの肉体自慢のコーナーでした。ありがとうございました。